まあ、本当に幅広い活動をしていただきまして、外交というものの本質、戦略的な視点を見るというかですね、ものを本当に教えていただきました。かなり幅広い形のね、懐深い形で勝先生さまざまな活動をしておりました。一つ一致しているのは親日というかですね、反日というものに対する明確な、なんていうんですか、視点というかね、こういうことでございました。それから印象に残っているのは本にもございますが、日本人の在り方そのものも一生懸命考えられてこられて、我々はアジア人にも、あるいはヨーロッパ欧米人にもなれない、独自の文明の中で、文化の中で生きてきている、それを生きるしかない。それからこれは私もずっと近年ずっと言い続け、先週ですね、放送しました伊藤寛さんとの対談でもこれ意見が一致して、以前から言ってたことですけども、縄文から始まるというかですね、こういった我々の国の事務天皇以来の発行一部、家族のような国を作っていく、そして国の宝、大見宝は国民であると、こういった視点は聖徳太子はじめね、仏教やさまざまな儒教、いろんなものが入ってきたけども、全てこれを日本化して、神道という自然観とともに日本の独自の在り方を形成してきたと。でそういう中で、勝先生も、ちょっとユダヤの人たちに似てると。つまりなぜかといえば、これは同窓論じゃないですよ、全く、じゃなくて、欧米人にも、あるいはアジア人にもなれない独自の文明というものをね、築いてきた。そしてやっぱりそれは孤高の立場、崇高な立場でもあるし、本当に大事な伝統や文化というものが、オリジナリティのあるものであると同時に、やっぱりそれはグローバリズムとは違ってね、寂しいものである。その表れが皇室というね、2680年以上の歴史を形成してきたということを、何よりも、尊皇愛国、それこそ皇室に対する尊崇の念は、非常に私は先生から教わったような気がいたします。そして何よりも日本を愛していた方でございます。本当にお会いするたびにいろいろね、教えていただく方でございました。先生最後の、おそらく多分映像に出演したのもどのチャンネルよりも最後だったんじゃないかって気もいたします。これ間違ったらごめんなさい。討論に出てくれましてですね、戦後の日本の在り方を問う、日本の現在っていうものについて討論したんですけども、その様子、これ最後のまとめの時、いつも私はじゃあ一言ずつまとめお願いしますって言った時、皆さんにお願いするんですけど、文字通り、勝先生からの日本への、あるいは私たちへの最後のメッセージとなりました。その映像を皆さんにちょっとご覧いただきたいと思います。まず国民としてですね、自尊心を回復してほしいですね。その私のことをですね、右翼だとか極右だとか誹謗する人たちがいますが、私はそのナショナリストではないんです。ナショナリズムというのは、これは自国が他の国よりも勝っているということを言いふらすのがナショナリズムですね。これは戦時下では正しいんですが、こういう平時において僕はナショナリズムというのはそぐわないと思うんです。ですから私は一介の平凡な人間としてですね、まず自尊心を国民として持ってほしい。でこれは人間もですね、自尊心を持っていないものは正常な社会生活が認めないんですね。国も同じことなんです。ですからまず今の日本国憲法というのは自尊心を否定した憲法ですね。それで諸外国と対等であってはいけないんですね。例えばその良い例が、敵基地を攻撃する能力、を持たない持つべきだというのがあるけども、与党の中でもそれに反対する人たちがいるんですね。それから他の国は軍を持つのが当たり前だと全国民は思ってるけども、日本は軍を持っちゃいけないと、要するに対等であってはいけないというのは、これは自尊心を失ってるからだと思うんです。で私はその時代時代で歌、演歌ですとか、それから歌謡曲だとか軍歌だとか、その歌詞が時代時代を反映しているもので関心があるんですが、アメリカの占領終わってからすぐですが、こんな女に誰がしたっていう歌があるんですね。これはアメリカ兵を相手に春を
被災でいた女性たちの自暴自棄の歌なんですね。で、本当に今の日本は自暴自棄なんですね。ですから自尊心を回復することが何といっても一番大切だと私は考えております。はい、これ2月11日今年のですね、令和4年度2月11日の先生最後のチャンネル桜出演の放送でございました。こんな女に誰がしたっていうね、星の流れにというね、あの戦後に星の流れにっていうね、これあの、まあ、売春婦の女性たちのね歌なんですけどね、いかにも英語よっぽいでしょ、こんな女に誰がしたっていうね、まさにそういうことではなくてね、自分たちが前向きにね、自分たちの誇りを取り戻していく、それからこれはもう皆さんお読みになる人も多かったと思う、文化防衛論という三島由紀夫さんがねお書きになりましたけど、これはトーマスマンの政治的人間の考察っていうのを私はベースにしてるんじゃないかと思ってるんですけど、文化と文明の違い、そしてもう一つは文化というのはね、優劣というのはなかなか言えないもんである、輝いてる 文化文明っていうのはあるけども、だんだん時代は進歩していく、じゃあ江戸時代の人たちと今の我々とどっちがね 文化的に豊かであったかとか比較できないです、これね、むしろ退化してるんじゃないかっていうね、寂しくてバラバラにされたね、人間らしくなくなってしまった現在じゃないかっていう言い方あるように、勝先生は本当に文明史観というか 文化史観というかね、こういうのもしっかり我々に教えてくれた方でした。自尊心と言い方、今軍備の問題とかね、いろんなお話いただきましたけども、本当に実は深い教養とかそういうとこから来ているというのがね、皆さんお分かりいただいたと思います。いや、西部進先生はじめね、渡辺昭一先生やね、いじり先生、まあそして勝先生、まあもっといろいろたくさんチャンネル桜に出ていただいた先輩たちが次々とあちらの世界に行く、まあ、本当にちょっとね残念です。まあ、この間伊藤さんと話した時ね、僕らは西部進さんのね弟子だからっていうね言い方も彼はしてましたけど、本当にたくさんのいい先生にね、実はチャンネル桜も私も、まあ、恵まれてきまして、勝先生もそういう意味でね、さっき言ったように僕はナショナリストではありませんと、つまりナショナリストっていうかね、俺が偉いんだ、日本はすげえんだと、日本はすごいんですよ、でも日本の凄さっていうのは実はそういう武力やねお金やそういうものじゃなくて、実は長い時間が培った人と人との関係や共同体、家族のような国を作ろうとするような、そういう実は世界ですね、こういうものであるということも皆さんに先生教えてきていただいたと思います。なんか本当に、まあ、85歳ですか、はい、まあ、老衰ということなんですけど、大変2月の段階でもね、はい、お元気なことをよく分かりは、ね、頭脳明晰でね、はい、本当にまさかこんな早くあちらに行かれるとは思わなかったです。まあこれも人生でね、本当にさよならだけが人生だっていうね、いう気がしますけれども、そういう中で我々は耐えながら、でも、先生のそういった教えてくれたこと忘れずに、いろんなことをかみしめながら前へ進んでいかなきゃいけないなと、一つ私の実は好きな本なんですけども、場所はすごいもう好きなんですけど、実は私武尊っていうのもね大変好きでしてね、この中でこの武尊が自分で選んだあれなんですけどね、314というところなんですけどね、門を射で個人に会いぬ秋の暮れ、まあ、門という言い方もあるんですけどね、門というのね、私は門の方好きなんですけど、門を入れて個人に会いぬ秋の暮れ、まあね、外に出て一人ふっと歩いてみるといろんな亡くなった人たちに会う心地がしますよという、秋の暮れはという、勝先生に感謝と敬意を込めてお見送りしたいと思います。葬儀とかいうのは家族葬、そして後でお別れの会をなさるように一応聞いておりますけれども、またはっきりしましたら皆さんにもお知らせしたいと思います。改めて、先生のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。